俺の確認ミスが原因で憧れの既婚女上司と謝罪の出張に行くことになった。出張先で女上司はなぜか指輪を外して俺に指輪のない薬指を見せつけた。二人だけの秘密ね。次々と明かされる彼女の秘密に俺と彼女の関係は思わぬ展開を迎えることになる。俺は今村実、社会人2年目の24歳だ。正直2年目になって慣れてはきたものの、社会人生活は大変だと思う。就職した会社は出版社で、そもそも激務な方の業界だ。さらに俺がいる部門は旅行やグルメのコーナーを企画編集していて、締め切りに追われることが日常だし、出張が多いのも一因だろう。大学の同期たちの中でも1、2を争う長時間労働だった。中古車販売の会社に就職したやつは絶対に定時で上がらされると言っていて、少し羨ましくも思う。今村君、30日締め切りの横浜中華街の特集の取材はいつになったの？けれどそんな俺でも頑張れる理由があった。上司の大畑まどかの存在だ。まどかは俺の3つ上の先輩であり、先月から副編集長になった若手の有望株だ。大家さんが23日で、 Y さんが22日です。 Y さんは明後日ですね。 OK。 まどかはつやつやとした長い黒髪を耳にかけながら俺が渡した資料を見る。大きな美しい瞳が文字を追い、時折長いまつげがパチパチとまわたく。いつも綺麗だなぁなんて思いながら、俺はそれをぼんやりと眺めていた。まどかは仕事ができるだけでなく、社内でも目を引く美人だ。社内の男でまどかに興味を持っていない男はほとんどいないだろう。妻や彼女がいる人でも、少なくとも美人だとか可愛いとか、そういうふうには思っているだろう。俺ももちろん例外ではない。例外ではないどころか、俺は入社した時からまどかに恋をしていた。まどかは新入社員研修の講義の時間に登壇しており、俺はその姿に一目惚れしてしまったのだ。俺がこの部門にいるのも、まどかと一緒に働きたくて配属希望を出したからだった。そういえば日本語も喋れるスタッフさんなのよね。はい、電話した感じは問題ないと思います。楽しそうな人だったし。もう不確定要素はやめてよ。まあ大丈夫だとは思うけど。まどかは呆れたように笑い、ふうっと小さくため息をついて俺に資料を戻した。資料を持つ左手の薬指にはいつも通りキラリと光る指輪。そう、まどかは既婚者だった。こんなに綺麗な人が放っておかれるわけがないとは思いつつも、悔しいとも思っていた。まあ独身だからといって俺がまどかを手に入れることができるかとなると別の話だが、少なくとも好意は伝えていただろう。俺はこの恋が叶わないことを知っているから、まどかにだけは恋心を悟られないように過ごしていた。略奪なんて、そんなことは倫理的にも心理的にもできるはずもないし、アプローチなんてもってのほかだ。俺はあくまで後輩として慕っているだけの男を演じていた。今村君も慣れてきたわよね。はい、大畑さんのおかげです。そんな血のにじむような努力の甲斐もあってか、それとも同じ部門の後輩だからというだけなのか、まどかは俺にだけは警戒心なく接してくれていた。編集長を含め社内の他の男たちには、恋心を抱いている俺でさえ恐ろしいくらいに冷たさを感じる。もちろん言葉遣いや物腰は丁寧なのだが、上司であろうと取材先であろうと淡々としていて、下手に出ることは決してなかった。普通なら女性の武器である愛嬌を使う方が有利になりそうな場面でも、そういった素振りさえ見せることはない。俺はまどかのそういうところも好きだった。そんな叶わぬ恋が俺の社会人生活を支えていた。ある日、俺がいつも通り出社すると、まどかが血相を変えて俺のところへやってきた。今村君、大変よ。え、何ですか？先月小樽に取材に行ってたでしょ。あの旅館が今になって掲載ができないって言ってきたのよ。来週刊行される北海道の旅行雑誌で取り上げる旅館のことだった。いつも通りの取材で
カメラマン同行で小樽へ行き、旅館に一泊して部屋や料理などの写真を撮って軽くインタビューをして終わった。担当者とも仲良くなって、その後個人的に飲みに行ったりして、本当にいつも通りだった。今村くんが取材した担当者、あの人が責任者でも何でもないのに独断で取材を受けたんですって。それでオーナーが激怒しているみたいなの。そんな、あの人が？じゃあ他の旅館に差し替える必要があるってことですか？窓川は眉間に深くシワを寄せながら、そうねと続けた。該当の記事が掲載される雑誌は来週に刊行されてしまう。幸いまだ印刷される前だったが、原稿の差し替えができるとしたら3日以内だろう。あと先方は謝罪も求めてるから、それも必要ね。私も行くことになったわ。大畑さんも？すみません、俺の案件なのに。俺は頭の中でスケジュールを思い浮かべる。観光シーズンも控えており、部署は全体的に多忙で、もちろん俺も窓かも例外ではなかった。どうしたらいいんだろうと思っている間に、窓かが俺の肩をポンと叩く。そういうわけで今から小樽に行くわよ。え、今からですか？そうよ、まずは謝罪の方ね。先方にも連絡済みで、午後3時までなら来てもいいそうよ。窓かはそう言いながら、テキパキとデスクの上の荷物をまとめてバッグに入れる。俺も慌てて机に下ろしたリュックを再び背負った。飛行機とかは？手配したわよ。1時間半後の便だから急いでね。そう言っている間に窓かは準備を終えて、スタスタとオフィスの入り口の方へ向かっていった。俺は慌ててそれについていって、運命の北海道出張が始まった。考えてみれば、まどかとの出張は初めてだった。基本的には編集者とカメラマンのペアで出張に行くから、副編集長のまどかと一緒に出張に行くことはない。カメラマンだって同じ交通機関で行くことも少なかった。保安検査場を抜けて搭乗口に向かう俺は、まどかの後ろ姿を眺めながら内心ドキドキしていた。二人きりなんて初めての状況だし、俺の恋心がバレてしまわないか心配だった。搭乗口について俺たちはチケットを取り出す。しかし、よくこんな直前に同じ便が取れたものだと感心した。あ、座席は別なんですね。羽田から新千歳までは約2時間。そんな長い時間隣にいるなんて、さすがにドキドキに耐えられる自信がなかった。移動中だけでも窓かと離れられるのはむしろありがたいが、少し残念という気持ちもあった。何安心した顔してるの？別に怒ったりしないわよ。まどかはクスクスと笑った。可愛いなという思いをぐっとこらえて、俺は、だって今回は俺のミスですからと頭を下げる。浮かれてばかりではいけない。この出張はそもそも俺の確認不足の謝罪を上司のまどかに同席してもらうというのがメインなのだ。確認不足は今村くんの落ち度だけど、私は 100% 悪いとは思わないわ。あれだけ大きな旅館だったら、広報担当が全責任を担ってることだってあるしね。まさか無許可とは思わないじゃない？まどかは首をかしげた。搭乗口では最初のグループの搭乗を開始するアナウンスが流れて、子供連れやご年配の方がゲートを通っていく。いや、でも先方も謝罪を受け入れてくれるって言ってるし、しかも担当者も懲戒だそうだから、今回は勉強になったと思って構えてればいいわよ。まどかは俺の背中をポンと叩いた。次のグループの搭乗のアナウンスが流れると、まどかは、あら、私が先なのね。じゃあまた新千歳でとゲートを通っていった。新千歳に到着して落ち合った俺たちは、すぐに小樽行きの電車に乗った。さすがの北海道、もう3月末だというのに、電車内はストーブの灯油の匂いが満ちていて、地上に上がった窓の外の景色は雪がまばらに残っていた。寒いわね。ちょっとこのコートだと頼りないかも。小樽に到着して窓かは体を縮め、ベージュのトレンチコートをさすりながらそう言った。東京はもう暖かいですもんね。俺の上着貸しましょうか？そう答えた俺の方を向いたまどかの微笑みに、ドキドキと高鳴る心臓を抑える。二人きりの出張で
警戒心の感じられないその笑顔は本当に心臓に悪かった。耐えられなくなったらお願いね。まどかはいたずらっ子のような調子でそう言ってすぐに表情を切り替えた。よし、ささっと取材して明日の取材のアポ取りするわよ。はい。まどかと俺はタクシーに乗り込んで問題の旅館へ向かった。旅館での謝罪対応はまどかのおかげもありスムーズに終わった。俺の誠意も伝わったのか、今回の掲載は難しいが、また特集などがあれば取材に応じてくれることとなり、肩の荷がすっきりと降りた。明日の取材も道中でリストアップした旅館に片っ端から連絡して、なんとか一軒だけ訪問できることになった。旅館の若おかみがまどかの大学の同期らしく、無理を通してもらったのだ。今村くん、お疲れ様。お疲れ様でした。どうなるかと思ったけど、なんとかなるもんですね。平静に、平静に。まどかと向かい合う形で座った俺は、なるべくいつも通りを装うことに必死だった。まどかはそんな俺をよそに、何飲もうかしらとメニューをパラパラめくった。やっぱりビールよね。今村くんは？俺はふとまどかの手元の違和感に気づいた。いつもはキラリと主張している薬指の指輪がなかったのだ。俺もビールにします。あの大畑さん、指輪はしてないけど大丈夫ですか？いつからなかったのだろう。大切な指輪を出張先でなくすなんてことがあったら大変だ。まどかはふふっと笑って、やっと気づいたわねと言った。どういうことだと俺が混乱していると、まどかは続けた。二人だけの秘密ね。実はあれ男よけなの。ある人のアドバイスで始めたんだけどね。結婚してると思われれば変に声かけられたりとか、25歳過ぎてて売れ残りとか言われないでしょ。え、そうだったんですか。だから飛行機乗る前に外しちゃった。今村くんの前だったら外してもいいかなって思って。まどかはそのまま指輪のついてない左手を上げて店員を呼び、ビールを2つ注文した。別の店員がテーブルにお箸とおしぼりを置いていく。ってことは結婚はしてないってことですか？ええ、独身よ。本当に気づいてなかったの？全然気づかなかった。相変わらず鈍感よね。そこがいいところなんだけど。今まで気持ちを秘めていた2年間は何だったんだと俺は呆然と天井を見上げた。まどかの誘いで入った居酒屋はいかにも大衆店という雰囲気で、平日だというのに俺たち以外にも仕事帰りの人たちでいっぱいだった。天井近くに貼り付けられているメニューはやはり海鮮が多いようで、ホタルらしさを醸し出している。じゃあ乾杯しましょう。まどかは俺のジョッキにコツンと自分のジョッキをぶつけた。俺は落ち着くためにビールを勢いよく飲み干して店員を呼んだ。いい飲みっぷりね。ついでに何か頼む？やっぱりお刺身かしら。ウニもいいわね。目移りしちゃう。俺は何でも食べるので好きなものを頼んでください。安心ね。あ、ザンギもある。北海道って感じね。あの仕事と男に厳しいまどかはどこへやら。店員に次々と注文をするまどかは瞳を輝かせながら無邪気な表情をしていた。しかしなぜここまで気を許してくれるのかわからなかった。やはり2年間の賜物なのだろうと自分に言い聞かせ、調子に乗りすぎないように。俺の前で男よけを外すということはまどかにとって無害でいなくてはならない。次々と注文した料理が運ばれてきて、まどかはその度に美味しそうにそれを頬張る。さすがは北海道、どんな料理でも抜群に美味しく感じた。意外と食べるんですね、大畑さん。ええ、そうね。これも二人の秘密なんだけど、昔は太ってたのよ。だから普通の女の子よりはたくさん食べれちゃうの。まどかはお酒でほんのり赤くなったほっぺたをつまむ仕草をしてうふふっと笑った。まどかはその美貌だけでなくスタイルも抜群で、その日もパンツスーツがよく似合っている。俺には太っていた頃というのが全く想像できなかった。今日はもう大畑さんに驚かないようにしたいです。
どうかしら。まどかは写真があったら見せてあげるわね。多分びっくりするわよ、いろんな意味で、と笑った。いろんな意味？楽しみにしててね。どういうことだろうと思ったが、おそらく俺が想像しているよりもかなり太っていたのだろう。ますます想像できないなと思いながら、もう一度ビールを飲み干した。その日はそのまま解散となった。ホテルは2部屋空いているところがなくて別々になっていた。次の日、まどかが泊まっていたホテルに集合してタクシーで取材先の旅館へ向かった。まどかの同期である若おかみが出迎えてくれて、一通り挨拶をした後、旅館の一室に案内された。でも久しぶりね。一昨年の同窓会以来かしら。ますます綺麗になってるわね。あなたこそ若おかみらしくなっててなんだか誇らしいわ。同期同士の即席女子会に俺はただ突っ立ってその様子を見るだけだった。取材の流れとしては、若おかみにいくつか話を聞いた後に、まどかが手配した現地のカメラマンが来る予定なので写真撮影を行うというものだ。まるちゃんも副編集長でしょ。すごいわよね。まるちゃん？どこかで聞き覚えがあるようなあだ名に首をかしげた。まどかの円の字が丸って読めるからまるちゃんなのよ。体型もあってずっとそう呼ばれてたの。まどかは俺にそう説明して含みのある微笑みを向けた。あ、思い出した。思わず声に出てしまった。はっと口を押さえるが、まどかはまたニコリと笑って、やっと気づいたわね、と言った。もしかしてまるちゃんさん？学生時代に通っていた定食屋があった。老夫婦が営む定食屋でアルバイトも何人かおり、そのうちの一人がまるちゃんと呼ばれていたのだ。まるちゃんは同じ大学の先輩だったので、俺はまるちゃんさんと呼んでいた。まるちゃんの作るメンチカツは絶品で、老夫婦もその腕を認め、日替わり定食のメニューになっており、俺はそのメンチカツを目当てに通っていた。まどかはうなずいて続けた。指輪、今村くんのアドバイスでつけてたのに忘れちゃってたのね。大学時代のある日のこと、俺はピークの時間を過ぎてお店に行き、日替わりのメンチカツ定食を食べていた。やっぱりまるちゃんさんのメンチカツは絶品ですね。毎日でも食べたいくらい。ありがとう。そんな風に言ってくれるのは嬉しいわ。まるちゃんは少しぽっちゃりとしていて、優しい雰囲気の女の人だった。メガネをかけていたが、整った顔立ちであることはなんとなくわかった。もっと洗練すればいいのにな。男は絶対好きですよ、このメンチカツ。そうするとこのお店、男の人が増えちゃうでしょ。それは嫌なのよね。まるちゃんはそう言ってポロポロと悩みを吐き出した。この体型でしょ。彼氏がいないことをからかわれたり、勝手に私ならいけると思われたり、そういうのが苦手なのよ。なるほどな。そんな変なやつ気にしなきゃいいのに。そうは言ったものの、まるちゃんはまあねと困ったように笑っていた。本当に悩んでいるんだな。俺はそこで名案を思いついて、パチンと手をたたいた。薬指に指輪をつけておけばいいんじゃないですか。男がいると思われればそういうこともなくなると思うし、男よけです。それいいわね、さすが今村くん。まるちゃんは俺の提案通りに、次の週には左手薬指に指輪をキラリと光らせていた。完全に思い出しました。まさか大学時代に出会っていたとは。まるちゃんが定食屋で働いていたのは俺が1年生の時だけで、まるちゃんは4年生だった。2年生以降はメンチカツ定食がなくなってしまって悲しかったのを覚えている。大畑さんがまるちゃんさんなのか。いろんな意味でびっくりするって言ったでしょ。今は写真がないから東京に帰ったら見せるわね。まどかはいたずらに笑って、何もついていない左手薬指を意味深に俺に見せながらさらに言う。もしかしてその後に言ったことも忘れちゃった？え？あ、
指輪の提案をした1ヶ月後くらいに再びマルちゃんと話すことがあった。指輪のアドバイスすごいわ、効果てきめんなの。本当ですか、マルちゃんさんの力になれてよかったです。マルちゃんは少し恥ずかしそうにしながら、でもと言った。好きな人まで避けちゃったら嫌だなって思って。確かにマルちゃんが誰かを好きになった時にその男まで避けてしまっては良くないだろう。偽物の指輪を本物にできるかもしれないのに。そうですね、普段は指輪をつけて男焼きをしておいて、ここぞという時に外せばいいんですよ。すらりとしたスタイルや眼鏡を外して大きな瞳をあらわにした姿はあの頃とは違う。でも優しい雰囲気はあの頃のまるちゃんのまま。そんなまどかが頬をほんのり赤くしながら言った。好きな人と二人の時は外せばいいじゃないかでしょ、今村くん。ってことはまさか今こうして指輪を外してるのは俺のことが好きだから。職場で俺に対してあんなに気を許してくれてたのも本当に？やっぱり気づいてなかったわね、鈍感め。まどかは若おかみと顔を合わせて笑った。若おかみは私お邪魔かしら、ちょっと出てるわねと言って部屋の外へ出て行った。それで今村くんはどうなの？まどかがぐいっと顔を近づけて言った。俺の答えはもちろん決まっていた。俺も大畑さんが好きです。それから俺がまどかに偽物じゃない本物の指輪を送り、そして俺が大好きだったまるちゃんのメンチカツを食べたい時にいつでも食べられるようになるのはもう少し先の話。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。